じゃあその麦のうまさを食べてみようじゃないか、麦を食べましょう。よし、麦といえばそりゃね、山芋、麦飯と山芋、これ定番ですからね。はい、じゃあ食べますよ。はい、ください。いやー、いやー、それは皆さん麦飯といえばこの山芋ですよね。山芋よし食うぞ。うん、うん、うん、何食ってんの君。私ですか。うん、私大麦リゾット食べてます。それうまそうじゃん。はい、豊家のもう野菜たっぷりの大麦リゾットです。あれ、私もそっちの方が良かったな。いやいや、もうこれ私が食べますんで。はい。いや、もうめちゃめちゃ美味しいです。あ、美味しそう。美味しいです。はい。めちゃめちゃ美味しいです。これ変えようか。何？そっちがいい。これは私が食べます。まず。はい。いや、美味しいですよ。いや、そうでした。はい、麦といえば、これじゃなくて、大麦リゾットでさ、大麦リゾットはね、この中に何が入ってるかってね、君らね、すごいんだよ。は豊家黒田五寸、これはもうね、豊家に来てから10年経ってんだわ。すごいよ、黒田五寸入ってるよ、玉ねぎ入ってるよ、豊家の玉ねぎだよ、ごぼう入ってるよ、豊家のごぼうだよ、ね、椎茸入ってるよ、すごいでしょ。ね、そこに山椒も入ってるよ、まあ、塩ね、新海塩入ってるね、こういうものだけで作ってる。もうこれね、ビタミン B 群がすっかりしっかり入っていて、それで食物繊維も入ってるから、うんちどっさり出るよ。うんちでさえ出るってことは健康になるよ。体にね、すごいね、溜まってしまうと、ろくなことにならないの。出すことを考える。入れることばかりだけじゃなくて。出すこと。その一番、食物繊維がいるんだわね。うん。それでね、ビタミン B 群というのは、血液がすごいきれいになります。皆様、昔のように、麦を食いましょう。麦はね、貧乏の象徴じゃないのよ。体の免疫を高め、血液をきれいにし、老廃物を出す、とても大事なものなの。私は本当愛媛県に生まれて、すっごく良かったと思った。あ、本当に健康だったんよ。東京来て、それさらにイギリスにて、さらに不健康になっちゃった。もう、なんでしょうね。で、ことで、潰瘍性大腸炎になって、結局また昔の愛媛県で食べていた芋は、里芋か、それか、さつまいもか、それか、じゃがいもの固定種、花種別とかね、こういうもの。それで麦もいっぱい食べ、それで冷えや青も食べ、黒米も食べ、ごぶつきの豊家米を食べ、たまには玄米を食べ、小豆を食べ、落花生を食べ。まあ本当に健康になりますよ。いやー、まだ食べてる。